参議院総務委員会で質疑に立ちます。はい、皆さんどうも、 NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、ただいま令和4年の10月31日、まあ16時になろうとしているところでございます。明日11月1日にですね、参議院の総務委員会が、まあ、行われまして、行われる予定で、私がですね、まあ質疑に立たせていただきます。はい、まあ NHK 党としてはですね、まあ以前から、まあ希望していた総務委員会の議席をですね、まあついに、今国会からね、質疑に立てることになりましたということで、まあね、総務委員会の質疑としては、ね、初めてという形になります。まあ先日ですね、10月20日、そして10月24日にですね、参議院の予算委員会ではね、まあ質疑立たせてもらったんですけど、はい、今回はですね、総務委員会ということになります。で、まあ今回のね、総務委員会は、まあ NHK 中継がね、あるわけではなくてですね、予算委員会みたいにあるわけではないんですけれど、まあそれでもね、総務委員会、まあ NHK のことをね、扱っても良いと言いますか、まあNHK のことをですね、まあ、扱うべき委員会でもありますので、まあ、NHK 党としては、はい、しっかりと、まあ、やっていこうと思っております。で、まあ、質問通告についてはですね、はい、先週の金曜日の段階で出して、おりまして、おります。で、まあ、明日ね、どういうことを質問するかについてはですね、まあ、最初の方の質問だけ今からですね、お話の方をさせてもらおうと思います。今回のね、参議院総務委員会のですね、まあ、審議内容としては、先日1週間ぐらい前かな、寺田総務大臣がですね、大臣所信をね、総務委員会で述べられたんですね。まあ、それに対する、まあ、質問ということになりますけれど、まあ、ほぼね、一般質疑という形で、まあ、考えてもいいのかなという感じですね。まあまあ当然ね、寺田総務大臣、大臣所信で、まあ、NHK に関することもね、おっしゃっておられました。三位一体改革とかね、そういうこともね、まあガバナンスとかね、そういうこともおっしゃられておりましたので、まあ当然ね、我々が NHK に関して、まあ質問してもね、それは全然、まあ特に問題ないと思います。まあ質問内容ね、いくつか、まあ通告を送った内容、まあざっと見回してみたんですけども、ほとんどが、今回はもう NHK のことに関するものでございます。で、まあ一番最初に持ってきた質問だけ今回ね、紹介させてもらうとですね、まあ要はですね、現状の NHK の受信料制度というのはですね、はい。まあ正直者がね、バカを見る受信料制度になっているということでございます。たとえね、NHK を見ていてもですね、受信料を払わないでいることがまあ可能な状況で、あります。ということでですね、まあ受信料真面目に払っている人がまあ損をするじゃないかと。ということで、まあ我々としては、今回、まあ3つの提案をさせていただきますということで、まあこの提案に対してどうですかっていうことをね、大臣には聞こうと思います。この質問、提案についてはですね、まあ実は、今年の4月4日に、まあ行政監視委員会でも、ね、お話をさせていただいてます。当時は、金子恭之総務大臣でですね、まあ、金子恭之総務大臣に、まあ、提案させていただいたということです。まあ、おそらくね、答弁内容としてはおそらく、ね、まあ、変わらないんだろうとは思いますけれど、まあ、こういうことはね、繰り返し、伝えさせてもらうということになります。あ、でですね、まあ、肝心の提案内容としてはですね、まあ、3つあるんですね。3つあって、まあ、そのうちの1つがですね、最初の1つがですね、はい、NHK スクランブル放送にするということですね。これは我々ね、何度も言ってきていることでございます。スカイパーフェクト TV とかね、ワウワウみたいに、受信料払っている人だけ、まあ、見れるようにすると。受信料払ってなければ見れないようにすればいいんじゃないかということでございます。で、あと2つはですね、はい、まあ2つ目がですね、テレビの購入時にですね、もう NHK との契約を、まあ義務付けたらいいんじゃないかということですね。これはイギリスで実際にね、実施されている内容なんですね。まあもちろんイギリスの方もいろいろとね、受信料制度に対して、まあ変革の状態、まあ今後ね、どんどん変わっていく状態ではあるんですけど、まあ現時点ではですね、イギリスではそういう制度が、まああるということでございます。で、もう一つはですね、未払い者全員にですね、もう NHK がもう裁判
すればいいんじゃないかということですね。まあ現時点でですね、NHK 確かにね、受信料未払いのものについてはですね、裁判してくるんですけれど、まあだいぶですね、なんつうのかな、天文学的な数字っていうかな、まあなんつうの、まあ宝くじに当たるというか、まあ、宝くじのね、特徴が当たるような、まあ、確率でないとですね、裁判にまあ合致しないと言いますか、裁判されることが基本的にはほとんどないわけなんですけど、まあそれをね、NHK がもう全員にすればいいんじゃないかっていうことになります。まあこの3つのね、提案についてはもう立花党首が、以前ね、まあ今年かな、はい、動画で、まあ言われてる内容をですね、まあ改めて、まあ私が4月の行政監視委員会で、ね、提案させてもらった。まあ、これとほぼ同じ内容になります。ということでですね。まあ、立花党首が以前動画でおっしゃっていた内容をですね。はい。まあ、今回も改めて伝えるということになります。まあ、この提案はですね、もう、参議院の、まあ、総務委員会の度にも繰り返し、まあ、言っていこうかなと、考えております。というのがね、まあ第一の質問になります。まあ、第一の質問、いろいろとね、他にも、まあ、細々としたことはあるんですけれど、まあ、とりあえず、これが中心になります。で、まあ、二つ目の質問なんですけれど、これはね、まあ、ちょっと、まあまあ、それと関連する、スクランブル放送とね、ちょっと関連することなんですけど、BS 放送でですね、もう、受信機設置のご連絡のお願いっていうですね、まあ、表示があるんですよね。まあ、これ、BKS カードの中、まあ、いろいろとね、登録とか、NHK の方に登録とかしてないと、BS 放送を見てると画面の左下に、ですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、まあ、今ね、私が項目羅列している、みたいにですね、メッセージが出るんですよね。で、まあ、このメッセージはですね、まあ、契約とか、まあ、手続きをすれば、ま、消えるんですけれど、とりあえずね、このメッセージなんですけれど、まあ、なんで、画面の左下にこんな小さく、まあ、掲げてるんだと。まあ、これをですね、まあ、大きくしてもいいんじゃないかと。画面全部いっぱいにね、まあ、大きく広げてですね、すればですね、まあ、契約する人増えるんじゃないか、うん。しっかりとね、受信料払う人増えるんじゃないかとかね、そういうことをですね、まあ、ちょっと質問してみたりしようと思います。まあ、とりあえず今のところ BS だけなんで、とりあえずね、このメッセージを大きくしてはどうかっていうことと、もう一つはですね、BS だけのメッセージをですね、まあ、これを地上波にも、まあ、広げてですね、まあ、地上波でもこのメッセージをね、大きくして、まあ、画面いっぱいぐらいね、大きくして、してみてはどうかということをですね、まあ、提案しようと思います。まあ、これにね、メッセージを大きくすることに関してですね、まあ技術的な問題って多分ないと思うんですよ。できると思うんですよね。で、法令上とかね、まあそういう問題が、まああるのかどうかっていうことを、まあ一応ね、ちょっと聞いてみようかなと考えております。まあその他ね、質問内容としては、まあそうですね、まあいろいろと結構ありますね。先日のカジキ裁判所での裁判内容であったり、まあ税制優遇の話であったり、まあ世界のですね、公共放送のモデルとなった BBC をめぐることについてだったり、まあ特別宛てどころ郵便ですね、などなど、まああとね、椿事件と、まあ、テレ朝のね、玉川さんの問題であったり、まあそういうこともね、ちょっと質問通告として送っております。ただちょっとね、結構たくさん通告を送っておりますので、まあ通告送った内容については多分全部は取り扱えないと思いますので、まあ残った分はですね、まあ次回以降をね、総務委員会で、まあ、質問させてもらおうと思います。まあ今国会からね、総務委員会での、まあ、議席を得たということで、まあ質問時間ね、大幅にね、総務大臣に質問できる機会というのが、まあ、大幅に増えましたし、まあ、NHK 会長にもね、あと NHK 関係者、まあ、役員の方とかね、そういった方にも、まあ、質問できますので、まあ、かなり我々としてはもうすごくね、理想的なところだと思います。これまではね、総務委員会の議席がなかった時はですね、行政監視委員会のね、議席でご利用してですね、行政監視委員会は総務大臣、を呼べますので、まあそういうところをね、利用していたんですけれど、まあ今国会から、はい、総務委員会所属できましたので、まあ非常に貴重な機会をいただいたということになります。ということで、まあ一応ね、明日の、質問内容についての、まあ皆さんに、
対してのね、ちょっと予告のような形で、お伝えをさせていただきました。明日はですね、10時から総務委員会なんですけど、質問順番としては私、一番最後になりますので、で、委員会自体が4時間なんですよね。で、おそらくお昼休み休憩があるので、10時から始まって、11、12で、まあお昼休みですね。で、13時から再開して、14、15、まあ3時前かな、2時半ぐらいが、まあ私の質問時間ではないかなと思います。はい。まあその辺はね、ちょっとずれるとは思いますけれど、まあ大体それぐらいの時間だと思います。ということで、以上ですね、まあ明日の総務委員会の質問についてですね、皆さんに、まああらかじめ、まあ言える範囲でお伝えをしようということで、まあ今回の動画を撮らせていただきました。はい。グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。